成長し、産卵のため再び川に戻り、卵を産み、生涯を待ちます。しかし、この九州山脈の水温18度以下の渓流に住むヤマメは、川の下流や海の水温が高いため、海に戻れずに冷たい清流に閉じ込められて一生を送る陸風のヤマメです。この陸風までのヤマメも、10月頃から始まる産卵の時期には下顎がせり出し、サケ科の特徴をのぞかせます。またこの陸風のタブロマットを海に見ますと、サケが姿が見えます。五ヶ瀬川の海水と海水に融合した汽水域には、幻の大海Thank you.